タラ菩薩は仏教で信仰される女性の御事と書く。手に青いハスの花を持つ。主事はチベット仏教ではターンと33観音の一尊でタラ観音あるいはタラソン観音とも。この菩薩は観音菩薩が自分がいくら修行しても、主情は苦しみから逃れられないと悲しんで流した二粒の涙から生まれた。右目の涙からは白ターラーが 左目の涙からは、緑ターラーが生まれた。彼女たちは、主上のサイドを助けると発願し、菩薩は悲しみを克服したという。過去仏である、古生如来という仏に信仰を持つ納得を国の王女、イエシェダワが、古生物の弟子たちによって男神に変身するよう、説得されるも、それを断り、女神のまま主上に利益するという誓願を立てる。これにより彼女は、 ドハハと呼ばれるようになった。スータの時を経て、成果を得た時、ジッポーの主情の苦しみを除くという、新たな成果にを立てて、昼夜を問わず幾多の悪魔、人ならざる者を重複したため、救いど息有母とも呼ばれるようになる。また、ある沖南話という名の剣語に戒律を守る一人の、ビクが、ジッポーの諸仏から感情を受けて、完全音菩薩になった。 レンゲを持ったカンゼオン菩薩の心最中からは、仏父と仏母の化身が現れた。その仏母の化身がタラソンであり、この時から、タラ菩薩は、カンゼオン菩薩との間に強い因縁を持つようになった。また彼女は、様々な幻みを持って、様々な報償を自現し、無数の衆生を救い、すべての苦しみから逃れしめ、解脱を得させた。日本密教では、 太蔵曼ラの蓮華部員において、うれつ上から五番目の位置に、諸観音の一つ、タラ菩薩として配置される。近年成立した観音霊場で、二十四番札所となり、タラの担当となった寺院では、タラソン、観音の異名で祀られることが多い。西チベット王家が招聘した、アティーシャの弟子ドムトゥンが成した一派をカダム派というが、アティーシャに習い、釈迦に如来、 観音菩薩、不動、名王ターラー菩薩を四本尊とした。女性の仏は仏母と呼ばれるが、如来と同格であり、特に仏弦、血ままき、水、白衣、ヒターラー、風の四仏母は曼ラに頻繁に登場する。ちなみに、秘密集会の曼ラにあっては、四仏母は四隅に位置して四大を表すが、ターラーは風を象徴する。 なお、ゲルク派では、息災、増益、敬愛の、ニューワナ三種法の五魔法にはターラーを本尊と、することがある。ダライラ魔法王日本代表部事務所元代表の、カルマゲレクユトクは、観音菩薩が化身した猿とターラー菩薩が化身した、貴女の間に生まれた子孫が、チベット民族だという人類起源神話を、紹介している。第二系普通神言造品、第四。 南馬三万多没だヤツ,ツオンバーハイ。王の、口礼。口と坂。南馬三万多没だ難。南馬三万多没何一。口利二ツだバー上二号。ハイ平造坂四。大ビルシャナ生物神変カジヘレンゲハラゾ造非生。万太郎広史大乗樹木機区養蜂弁会。先爆三三三三つるた没何一ケツドバー二号。 ハイヘイジタレータマイル三社二号がキ、き、大ビルシャナ生物カミヘンカジヘレンゲハラゾーボダイドウ、母大道標師普通新言像広氏大乗樹ユガ。先、爆三万多没難陰誕種子、血度比、バージョン二号敗世いい飛車。しかもこの菩薩、中間温暖中世、弓法ミ,ミノル生命ため広志岩。ミオジョジョのテータコかれたマイルゼドギモッハツタジタメテーシャ。 二号根本十字神言、タインリトツニュータマイルトリサインカイン9度8、南神言、タインリトツタマイルトマイルサツマイル二号、マガキマリアナイン赤南寺サツマイル二号、ミルイリカレニュータインリネサインカイン。ありがとうございます。